さ、そして注目の岡崎朋美が出てきます。女子の10組、アウトスタートはスベトラーナ・ズロワ。あ、早いですね、スタート切りました。岡崎10秒台期待できますね。これは、はい、550を通過しました。しかし、これはズロワ10秒98、岡崎は11秒10、ちょっと、そうですね、遅れましたね。先の通過ラインで遅れました岡崎。ここからアウトラインに出ます岡崎。あ、ちょっと遅れてますね。あ、ラインカーブ、あ、これまたバランス崩した。ちょっと膨らみましたね。ジロは大きくリードしてくる。最後のストレート追う岡崎ですが、ジロはゴールイン。続いて岡崎、岡崎のタイムは41秒77、5位という岡崎朋美。ちょっと慌てましたね。いいスタートだと思ったんですが ね、 そうですね、ちょっと焦ってしまいましたね。最初の100の通過のところで11秒10、ちょっと彼女にしてみれば遅いですね、やっぱり10秒後半。さあ、これがこの岡崎のハードワーク、今ハイスピードのカメラでスピードスケートでは初めてご覧いただきますが、ちょっと上体が内側に入るんですよね。あ、ちょっと抜けましたね、今左足が。そしてバランスを崩して大きくこの膨らんでしまいました。かなりスピードタイムロスしましたね。ここでそしてスタートそのものは良かったんですが、100までがもう一つこの出ませんでしたね。そうですね、